スマトラサイは、哺乳後期ヒズメモクサイかスマトラサイ属に分類されるサイ原生種では本種のみで、スマトラサイ属を構成する。インドネシア。インド、カンボジア、タイ王国、バングラデシュ、ブータン、ブルネイベトナム、マレーシア、ラオスでは絶滅。ミャンマー北部に分布する可能性もある。模式標本の産地は、スマトラ。 種商名スマートレンシスは、スマトラ産のノイで、和名や英名と同義。東道町236から318センチメートル。尾長が65センチメートル。肩高108から150センチメートル。体重800から1000キログラム。原生の最下では、最小種。皮膚の厚さ1.6センチメートルで、最下としては薄い。全身は、自界も含めて、 荒く長い体毛で覆われる。皮膚は倉倍褐色。2本の角があり、最大角長3 8 1トル。出産直後の幼獣は体長9 0トル、体重 25kg。角長 2cm。メスは角が小型で、後部の角はコブ状。以下の亜種の分類はグラブに従う。熱帯雨林や湿潤林などに生息し、 特に河川や沼の周辺に好んで生息する。以前は、ジャワサイト、同所的に分布する地域では、本種はより標高が高い場所に生息し住み分けていたが、生息地が激減したため様々な標高に生息する。昼間は、水浴びや泥浴びをし、夜間は、採食を行う。単独やペアもしくはその幼獣からなる、家族群を形成し生活する。 オスは30平方キロメートル、メスは10平方キロメートルの行動圏内で生活する。斜面や崖を素早く登ることができる。泳ぎもうまく、海を泳いだ例もある。樹皮、木の枝、葉、一軸類、マンゴーなどの果実、タケノコなどを食べる。繁殖形態は耐性。妊娠期間は8ヶ月という報告例があるが、疑問視されている。 三から四年に一回の頻度で一頭の幼獣を生む。授乳期間は十六から十七ヶ月。生後七から八年で生成熟する。角が工芸品とされたり、角に限らず、血液や糞尿まで薬用になると信じられている。各目的の密漁、プランテーションへの転換や道路建設による生息地の破壊、違法な木材採取、鳥類採集。 漁業による拡乱などにより、生息数は激減している。1975年のワシントン条約発行時から、ワシントン条約付属書 I に掲載されている。1989年における、生息数は536から962頭。1993年における、生息数は356から495頭。1995年における。 生息数は約300頭と推定されている。日本では2020年の時点で、日本では最下単位で特定動物に指定されており、2019年6月には愛玩目的での飼育が禁止された。2020年の時点でシンシナティ動物園とスマートロンライのサンクチュアリで飼育か繁殖例がある。ありがとうございます。